どうも、石川です。はい、これより登録販売者、過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合、関西地区ですね、の、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の過去問の問1から問10までの解説を始めていきたいと思いますので、過去問についてはですね、下の概要欄のところ、なんかこう三角ついてるところありますよね。そこから、そこを押していただきますとバッと出てきますので、そちらにリンク貼っておりますので、ぜひぜひ、そのあたりからダウンロードしていただければなと思っております。では、始めていきましょう。はい、では、問1番です。違約品の本質に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら ABCD 全部正解の5番となります。はい、5番が正解ですね。はい。そして、他、どうでしょうかね。ここ、一応読んでいただければなんとなく大丈夫かなと思うんですけど、例えばですね、市、医薬品は市販後に、医学、薬学などの新たな知見、使用成績に基づき、その有効性、安全性などの確認が行われるよというところ、例えばここは、不変なものなので、確認が行われることがないとか、そんなことは誤りですから。なのでね、C のここはね、正解ですけど、そういったところですね、ぜひぜひ気をつけておいてください。はい。ということで、問1、5番が正解でした。はい。では次、問2番。医薬品の本質に関する次の記述について、正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい。こちら、答えは3番が正解です。はい。皆さん大丈夫でしょうか？第1章。このあたりはですね、比較的優しいところが多いです。はい。で、医薬品の本質で、まず A ですね。一般用医薬品の保健衛生上のリスクは、医療用医薬品と同等であると考えられていると。ね、リスクです。要は副作用のリスク、そういったものはですね、医療用医薬品ははるかに高かったりしますので、なのでここ同等ですよ。そのあたりが誤りです。はい。なので A は誤りですね。はい。そして B は正解。そして C、人体に使用されない医薬品は人の健康に影響を与えることはないよ。違いますよね。直接使用されなくても、間違って飲んでしまった、間違って振りかかってしまった、いろんな影響を及ぼすことがあります。なので、あとは、例えば妊娠検査薬とか、そういったものでも影響出ることがありますよね。直接使わなくても、ただそこで、使ったことによってですね、例えば陰性症状が出たから、よし、じゃあ妊娠していないな、していないな、よし、じゃあ風邪薬飲んじゃったっていうところで、実は妊娠していたとなることもないこともないので、なので、そういったところ気をつけていかなければなりませんから、影響を与えることはないではなく与えることがありますので、C は誤り。なので、C は誤りということになります。はい、ということで問2は、3番が正解でした。大丈夫でしょうか？はい。では次行きましょう。問い3番です。医薬品のリスク評価に関する記述について正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは2番が正解です。まず A です。医薬品は少量の投与でも発がん作用。発がん作用出てくることもありますよね。はい。なので A は正解ですね。そして B。動物実験により求められる 50% 有効量は、薬物の毒性の指標として用いられるよ。はい、ここ薬物の毒性の指標として用いられるのは 50% 致死量ですよね。はい、そういったものを LD50 と呼んでおりました。大丈夫でしょうか？はい、で、その LD50 に関してはあくまでも動物実験ですね。はい。人に用いる実験でとかって出てくることもありますので、それも誤りですから、十分に気をつけていきましょう。はい。ということで、50% 有効量。ちなみに 50% 有効量、試験で覚える必要はありませんけど、ED50 というものになりますので、ED50 ですね。はい。なので、特に覚える必要はありませんので、まあ、そのあたりね、そうなんだな、ぐらいな感じで押さえておいてください。一応ちょっと書かせていただきますね。ED50 というのが 50% 有効量のことになりますので、覚える必要はありませんけど、そうなんだなというところで押さえておいてください。ぐらいな感じでね、しといてくださいね。はい。それから次、C は正解。そして D です。はい。医薬品は治療量上限を超えると、効果よりも有害反応が強く発現する最小致死量となり、そして中毒量を経て、そして、致死量に至るというところ。これちょっとなんか違いますよね。そう。何かというと、最小致死量と中毒量が逆です。逆になってれば正解になりますけど、そこは違うんですね。はい。なので、ちょっと前にも書いてみました。皆さん、よろしいですか？はい。最小有効量。まずは、お薬のものに関してはですね、投与して、最小有効量ですね、から始まり、そして有効量、そして、治療量上限
を迎えて、そしてここのところですよね、書いてあったのが、治療料上限に行きますと、その後ですね、その後は今度は中毒料、中と書きましたので中毒料です。はい、中毒料を経て、そして最小致死量に至り、そして最小致死量から致死量になりというところで、まあ一応その後はですね、確実致死量とかそういうふうに言ったりするんですけど、そのあたりも試験に出てきませんので書きません。はい、なので、まずはこの順番ですね、とても大事になりますので、しっかりと押さえるようにしておきましょう。はい、よろしいですかね。このあたりは参考書とかね、あとは、私の YouTube 動画のところでもこうグラフを使いながら説明をしておりますので、ぜひぜひそちらも参考にしていただくと良いかと思います。はい、ではよろしいですかね。ということで問い3は2番が正解でした。はい、では次問い4番です。健康食品に関する記述の制御について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解ですね。はい、2番が正解でした。A、B 正解、そして C、機能性表示食品は疾病に罹患しているものの健康の維持、うん、違いますね。罹患していないもののですよね。そうなんですよ。そこ十分に気をつけてください。ね、ちょっと言葉の言い回し方でですね、大きく変わりますので、はい、このあたり十分に気をつけていきましょう。ということで、答えは2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い5番です。はい、医薬品の副作用に関する記述について、括弧に入れるべき事項の正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは1番が正解でしたね。はい、ここも知ってるか知らないか問題なんですけど、例えばですね、ちょっと読んでいきますと、世界保健機関 WHO の定義によれば、医薬品の副作用とは、疾病のその後、予防とか診断、このあたりも穴埋めで聞かれてきますよ。押さえておいてくださいね。そして治療のため、または、体の機能を正常化。はい、体の機能正常化。このあたりもですね、引っ掛けてくることはありますから気をつけてくださいね。そして人に、通常用いられるようで発言する医薬品の有害かつ、はい、この有害というところもね、穴埋めで聞かれてきますので、押さえておきましょう。はい、ということで、結構このあたりはですね、穴埋めで聞かれる問題が多かったりしますので、いろんな言葉ですね、一字一句しっかりと確認しておいておいてくださいね。はい、ということで問い5は1番が正解でした。では次、問い6番です。アレルギーに関する記述のうち、誤っているものを選べということで、はい、誤っているのは、こちらは4番が誤っている内容となります。1、2、3、4、1、2、3、5あっているんですけど、4番、アレルギーと遺伝的な要素は関連がないと。ね。遺伝的な要素関連があるので、なのでね、これ4番は誤りという形になります。このあたりはなんとなく大丈夫でしょうかね。はい、では次行きましょう。今度は問い7番です。医薬品の副作用に関する記述の制御について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。よろしいですかね。はい、3番、まずは A なんですが、医薬品の副作用は眠気や恍惚などの比較的よく見られるものはあるが、日常生活に支障をきたすような健康被害を生じる重大なものもありますよね。そうですよね。SDS とか10とかね、ものすごい重篤な副作用もありましたよね。なので A は誤り。それから B 正解。それから、C。一般用医薬品の場合は通常重大な副作用を回避することよりも、使用を中断することによる不利益を回避することが優先されているとありますけど、そんなことありません。この内容は一般用医薬品ではなく医療用医薬品の記述になります。一般用医薬品は重大な副作用を回避することが一番の大きな目的になりますので、なので C は誤りですね。はい、そして D。D もこれも医薬品の副作用は直ちに明確な自覚症状として現れ、容易に、異変を自覚できるものばかり、できないものもありましたよね。例えば肝機能障害とかは症状が出なかったりする、痛みとかあんまりなかったりするので、なので、そういった意味ではこの D は誤りですね。はい、ということで問いならば3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い8番です。医薬品の適正使用に関する記述の制御について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解です。はい、全部正解なんですけど、例えばですね、D ですね。青少年は薬物乱用の危険性に関する知識や理解が必ずしもね、十分ではなく、
好奇心から身近にね、入手できる薬物を興味本位で乱用することがありますよ。はい、このあたりはですね、第5章につながっているところ、いいですか？第5章の最後のところで、いろんなこう、啓発活動をやっておりましたよね。はい、そういったところにもつながってきますので、このあたりもですね、第5章と、関連してしっかりと押さえておきましょう。はい、ということで、問い8は5番が正解でした。では次、問い9番です。他の医薬品や食品との、相互作用に関する次の記述の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A なんですけど、相互作用は医薬品が薬理作用にもたらす部位において起こり、医薬品が吸収、代謝、分布、または排泄される過程で起こることはないとありますけど、起こることありますので、なのでこのあたり違いますよね。はい、なので A 誤り、それから B、避ける。アルコールをよく摂取するものでは、肝臓の機能が高まっています。そうですよね。方が多く。そして、アセトアミノフェンの薬効が強く現れる。そんなことありません。アセトアミノフェンというのは、肝臓で代謝されやすいです。アセトアミノフェンは肝臓で代謝されやすい。ということは、肝臓の機能が普段から高まっていることは、より代謝されやすいですよね。そう。アセトアミノフェンがより代謝されやすいということは、より分解されやすいです。要は、分解されやすいってことは、アセトアミノフェンの薬効が早くなくなりますよってことを言いますので、なので、ここ、アセトアミノフェンの薬効は強くではなく、弱くなってしまいます。なので、こういったところを気をつけてください。はい、そして C は正解。そして D、注射薬の、代謝や、作用や代謝は食品によって影響を受ける可能性はない。そんなことはありません。影響を受けますので、D は誤り。ということで、3番が正解でした。はい、そして最後です。問い10番です。小児などへの医薬品の使用に関する記述について正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、まず A なんですけど、医薬品の使用上の注意において、小児という場合には、おおよその目安として、7歳以上、18歳未満を言う、違いますね。はい。ここにちょっと書かせていただきました。小児は15歳未満のことを言っておりますよね。ちなみに他は大丈夫でしょうか？乳児。幼児。それぞれ大丈夫でしょうか？幼児は、そう、幼児は幼稚園に行ってるお子さんとかがそうですよね。はい。なので、7歳未満と、覚えていただいて、そして、乳児はお乳を飲んでるお子さんは、そうですよね。だいたい1歳前後ぐらいになりますので、1歳未満と思ってください。そして、小児に関しては、小児科に通うのは何歳ぐらいまでですか？そうですね。中学生までが小児科に通えますので、15歳未満というところで押さえていただければ、ちょっと覚えやすいかなと思います。はい。そして、次行きましょう。B です。小児は大人と比べて、血液脳幹門が未発達であるため、吸収されて循環血液中に移行した医薬品の成分が脳に達しにくい。血液脳関門というのは脳に悪いものが行かないようにするためのものです。なので、小児は通常この血液脳関門が未発達です。ここまでは OK です。未発達なんで、悪いものが行かないようにするものが未発達なんで、悪いものがガンガン行ってしまうんですね。ガンガン行ってしまうので、やはりここ、脳に達しにくいじゃなくて、達しやすくなっちゃいますから、なので B は誤りですね。はい、そして C と D は正解なので、4番が正解という形になりました。はい、ということでここまで第1章、皆さん大丈夫だったでしょうか？基本的なところが多かったりしますので、ぜひぜひですね、しっかりと復習して、できないところをしっかりと復習して頑張っていきましょう。はい、ということでここまで皆さん動画を見ていただきましてありがとうございました。もし動画いいなと思っていただいた方、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、試験情報だったりとか、あとは質問など個別にお受けしますので、ぜひぜひですね、ご登録いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。